時間がめちゃくちゃ大事なんです。バチ抜けは一晩中やってるわけではありません。あるタイミングにワッと出て流れてって終わりっていうケースが多いですね。すごく多いのは30分ぐらいで終わっちゃうケース、一番多いのはそのパターンです。で、続いて多いのが 2,3 時間続いて終わるケース、まあ、実際一番多いのは結局出てこなかったってケースですね。だからバチが出るかどうかはバチ次第なんで、本当にバチ抜け釣ってる人は結局毎晩行ってるんですね。で、やっぱり当てた日と外れた日、外れた日の方が多い中でとか、釣ってると30分だけ出たって、だけどその30分出た情報が次につながるんで、そういう感じで張り込んでる人がやっぱバチ抜けを攻略してるかなと思います。で、まあ、週末だけパッて行く人はなかなか難しいんですけど、傾向としてはっきりあるのは、まず2月3月の川バチ。川バチはですね、満潮周りから下げ出す時なんですけど、潮回りによって違うんですが、潮位差で結構決まるかなと思ってます。で、潮位差ってどういうことかというと、だいたい0センチから200センチまで潮が満ちる日だったら、下げ3分でバチ抜けが確認できたエリアは、次の日190センチまでしか上がらなかったら同じ潮位で出てくることが多いので、そこをねちょっと意識してもらって組み立てていくといいかなと思います。今度港湾のバチですね。港湾のバチはもう確実で夕まずめと満潮が重なる、まあこれ川バチもそうなんですけど、傾向として多いのは日没後に満潮を迎える試合だから、だいたい大潮の最終日、それから中潮初日2日目、この辺がゴールデンデーですね。で、間違いなく4月5月の港湾ほぼ全エリアでこのタイミングはバチ抜けが見られます。なのでどこ行ってもいいので、大事なのはその時間に日が暮れる前から釣り場にいることで、薄暗くなってくるともう水面に引き波出して泳いでますんで、それについてボイルが出るか出ないかはポイント次第なんだけど、バチ抜けっていうのは確認できると思います。で、今度じゃあそれ以外の日どうなのかって言ったら、決してゼロってわけではなくて、意外と川バチに関して言えば、小潮周りの夜中のさっき言った潮位ですね、潮位があった満潮でわーっと出て、下げでだらーっと出てたりっていう感じで、場所場所で潮位で見ていくと、あの今日の潮だったらこの辺の潮位で、この辺の時間でその潮位になるからバチが出るかなというふうに絞り込んでいけると思いますので、意識してみてください。で、後半はもう完全に時間とタイミングなんで、日没っていうキーワードと満潮ってキーワードがなるべく合わさる時ですね。で、反対に暗いうちの夜明け前に満潮になるタイミングも結構バチ抜けするんですね。なので、あの時間は短いんです。もう明るくなってきたらシャッと終わっちゃうんですが、意外とゴールデンウィーク前後なんかは朝方も同じような同じポイントで夕方やってたら、ほぼ間違いなく朝方もやるっていうのも自分の傾向としてはっきりしてます。